はい、こんにちは。ですね、この前、神保サイヤー、この前というか、まあ、もう、僕的には今先なんですけど、神保サイヤーの、まあ、とりあえず通してこんな風に吹くよっていう指やりましたんで、今日は、ちょっと、もう通してね、吹きたいと思います。で、今日ね、まあ、同じ尺八ばっかり使っても面白くないんで、これです。はい。ね、見ればわかりますよね。竹をただくり抜いてね、指穴を開けただけです。まあ、だけですっていうか、でも、ちゃんとね、調律をね、してくださって、これ、地無し福造さんっていうね、まあ、私がね、先生と思ってる、勝手に自分で先生と思ってるんですけどね、地無し福造さんに、作っていただいた、尺八です。だから、本当に、まあ、うちのね、筑豊流は、栄正道宗家いらっしゃるんですけど、まあ、そのやっぱり大阪で、まあ、されてて、まあ、一にもあるんですけど、地なしでなんかこうものすごいこういい感じに吹きたいっていうんであれば、私ね、やっぱり先生として、地なし福造さんもいいなっていうか、まあ、まあ地なし福造さんにやっぱり古典本曲をね、教えてもらえるならば教えてもらうと、すごく上手くなると思います。論理がね、本当に完璧な方なんで。ですから、もしね、この尺八ね、今日ね、まあ私がね、まあね、例のごとくね、まあそれほどうまくもない演奏するんですけど、まあちょっとでもこういうの気に入られたらね、この地無し福造さん、ツイッターやってると思うんですよ。なんか、地無し吹いてる、なんか白い絵のアイコンのね。あ、これ全然僕地無し福造さんに言ってないです。ね。またなんか なんか勝手にベベ言うてって怒られるかも。まあ、いつもなんか怒られてるんでね。あれなんですけど、また怒られるかもしれないですけどね。続いては多分、地無し福造さんって、地無し福造、ひらがなです。弾いてくれてはね、あるんで。まあ、興味持たれた方は、地無し福造さんと連絡取ってみられたらどうでしょうか。ね。炎上案件ですね。はい。まあ、そんな見てられる方はそんなにいないんで大丈夫だと思います。じゃあ、ちょっと通していきますね。神保さんやですね。吹けるかな？うん。
ていう形ですね。はい。疲れましたね。まあまあまあこんな感じでね、まあ、地の時間でね、吹いてみます。まあ、どうしましょう。吹いときましょうかね。8寸でも吹けるかな。はい。体力的にいけるか。はい、行きましょう。感じです。はい、小指が動かないというわけでですね、まあ、この前解説した神保さんをね、まあ、なんとなく通して吹いてみました。はい、ありがとうございます。